また前線へ走る塩澤、設定キーパー小澤がしのぎました。まあ意外性のあるボールってやっぱり勝負に出てきてますよね。一つ塩澤が前線で形を作りました。追いかける、中には一人塩澤が入っている。コーナーキックに変わっていきます。いいですね、山がね、両チームを通じて初めてのコーナーキックです。山がの良さでしょうね、この裏裏へと出るボールですよね。最初このキーパーと競ったボール、そして今コーナーを取ったボールも新潟のディフェンスラインの裏をついてますからね。一つそのあたりは新潟も警戒していきたいという話を黒崎監督がしていました。さあボールをセットする、新潟の松本山雅の選手はファーサイド組に集まっています。中央ヘリゲー決まりました。先制は松本山雅、23番の田奈来ましたね。最初のセットプレーをしっかりとゴールに結びつけてきました。センターバックの23番の田奈です。いいボールが入りましたよね。ファーサイド気味に固まっていましたが、中央に走ってタタラがピシャリと合わせていきました。ディフェンスから言うとね、新潟のブルーのロペスがねニアサイドに立ってたんですよね、そのね頭の後ろにねちょうど落ちるボールでしたね。それとキーパーの前で触ってますからね、もうどうしようもないですね。